秋田県立秋田高等学校は、秋田県秋田市に所在する県立高等学校。通称は、秋田か1873年に、洋学校として設立され、旧学生下の中学校等を経て、戦後の学生改革で、新生高等学校となった。学校当局が、現存する高校の中では、 全国で4番目の歴史を持つと主張していたこともあったが、現在では学生交付以後の創立校に限定しても少なくとも8番目以降の創立であることが判明している。旧農業専修課が秋田県立大曲り農業高等学校、旧定時制課程が秋田県立脇田東高等学校にそれぞれ独立した。戦前、対外試合等の場で生徒が、 やとめ軍と自称し、野球部等のユニフォームにも、宿どめと記していた時期があるため、他の高校の講師や、郷土史関係の資料には、やとめ中学と語記されることがある。自主自立の精神が尊重されており、生徒主体の行事運営を、はじめ活発な生徒会活動が行われているほか、昭和40年代から、応援の自由、着望の自由、着想の自由等を実現してきた。 教育目標達成のため、創立は1873年9月1日。秋田町東根小屋町に新学校内に設置された洋学科に始まる。太平学校中学科、同変則中学科、秋田県市範学校中学市範予備科を経て、1882年7月1日に秋田中学校として独立。さらに、秋田尋常中学校。 秋田県第一人情中学校、秋田県第一中学校を経て、1901年7月に、秋田県立秋田中学校。戦後の学生改革により、1948年4月1日、秋田県立秋田南高等学校となったが、1951年4月1日に、解消し、現在の公明に至る。高知の変遷スクールからアフィジャン後期征服。 性暴服装規定の変遷効果、応援科等応援団機2.3年生においては、普通科文系コース、普通科理系コース、理数科それぞれで、カリキュラムが異なる。理数科は普通科理系コースと比べても、理数科目の単位数が多く、また体験的、主体的学習を主眼とした、理数セミナー科目が設けられている。百六十八年の理数科創設以来、 普通科と理数科は入学試験の時点から別々に募集していたが、1998年からは、両科を一括して募集し、1年時に行われる文系、理系のコース選択希望調査の際に、理数科希望者を募り、2年生へ進級する際に、普通科と理数科に分かれる、くくり募集形式へと変わった。この制度以降の関係上、1998年、入学者は、 推薦入試が実施されていない。入学生から1999年までは1、学年400名、全校生徒1200名を超えていたが、少子化に伴う全県的な中学生徒数減少の影響から定員は削減傾向にある。2011年7月、秋田県教育庁高校教育課が2012年度に、 秋田高等学校普通科の学級を一つ削減すると発表。入学生から学力検査に用いる検査問題は、秋田県教育委員会作成の全県立高校共通のもの。入学者選抜方式の推移クラブ設立のためには、生徒会員20名以上の連署による発議を呼び、生徒総会による承認が必要。一方、同好会の設立は、 届け出制で、クラブの設立よりは容易だが生徒会予算から予算を獲得することができない。運動部過去に存在した、運動部文化部過去に存在した、文化部同好会これらのクラブ、同好会のうち、現在活動がされず事実上の休部状態にある、ものもある。原則として、在校の全生徒が、生徒会に所属し、生徒会費納入の義務を負う。 生徒会は、その最高規範である生徒を会則に基づき、活動する。生徒会の運営機構はおおよそ以下の通り。前述の行事のうち、生徒会主催の行事については、その企画から運営に至る、ほぼすべてのプロセスを生徒会が中心となって進める。当初は、専門執行に関する実行委員会への委託業務を除き、生徒会総務が、 その統括企画業務のすべてを担っていたが、行事規模の拡大や生徒会総務の業務の多様性から、行事に関わる専門集団として1974年行事企画委員会が発足し、2に参加ながら多くのスタッフを抱え業務に当たっている。1年間の学校行事の日程を職員生徒合同で決定する日程調整会議、また行事の企画に当たっての 職員生徒合同企画委員会などの場が設けられ、担当する職員と生徒が会議をする。ありがとうございます。